有生体、サガオニグモアリエフォラーストリデイは、肩張りオニグモ族のクモ。縦長な腹部の両前端が強くかどばる。体長は、メスで6から10ミリメートル、オスでは4.5から5ミリメートル。背甲は明褐色だが、頭部はより色濃くて、暗褐色。腹部は縦長で後方は鈍く尖り、前方は幅広く終わるが、この両肩に当たる部分が、 はっきりと張り出して突起状になっている。腹部背面は褐色系で黒、暗褐色、白の入り混じった複雑な反紋がある。メスの腹部覆面中央にある外メスキでは死で体が非常に長くて外メスキ全体の2倍以上になる。ただし、これは生体では外れてしまっている例が多く、交雪時に取れるのではないかとされている。 オスは全体にメスに似て、すべてが小作りでキャシャである。日本では、本州、四国、九州と伊豆諸島、奄美諸島、八重山諸島から知られる。国外では、台湾、中国、韓国から知られている。里山から山地まで見られ、樹林や林園などに見られる。生態が見られるのは4月から7月と、春のうちから出現し。 同族のカラフト鬼雲と共に早く出現する鬼雲類である。樹幹などに直径20センチメートル程度の正常縁毛を垂直に張る。雲は網の中心に頭を下にして定位する。必ずではないが隠れ帯をつける個体も少なくない。網に止まっているメス本族のものは日本に4種あり、いずれもよく似ている。そのうちでヤンバル鬼雲 E ヤンバーアンシスは、 奄美と沖縄諸島に分布、金型ハリオニグモイイアウレアは、北海道と本州では高地に見られる。これに対し、カラフトオニグモイイソシャリネンシスは、北海道から九州までに広く分布し、本州の分布域と広く重複する。そんな中、本州は、腹部全体が左右に強く尖る点が独特で、大抵はこれで区別できる。また、メスでは、死で体が多種より、 はるかに、長いことなど、正規の構造で、私有とも明確に区別できる。以下、主として、小野編長、P441 深海、P210 やギヌマ、P106 深海、P210 深海、P210。ありがとうございます。